松岡先輩、待ってください。大丈夫です。今日はたまたま調子が悪かっただけですよ。先輩の実力は本物です。コンディションさえ整っていれば今日だって。うっせぇ。今のこっちです。先輩落ち着いてください。そんなことしたら次からもう試合に出られなく。関係ねえ。もうどうなったって構わねえ。所詮俺はこの程度なんだよ。だからリレーも外された。もういい。やめだ。水泳なんてやめてやるよ。あ、松岡先輩。凛ちゃん、メンバーから外されたってどういうこと？決勝に残れば凛と勝負できると思ってたのに。ハル、水泳なんてやめてやるよ。俺はもう水泳やめる。ハル、俺はもう凛と泳げない。皆さんに話しておきたいことがあります。レイちゃん、昨日の夜リンさんに呼び出されて話をしました。彼は言っていました。中学の時水泳をやめるって言ったのは遥先輩に負けたからじゃないって。留学先で壁にぶつかって自信をなくして、それでもう水泳はやめようと思っていたって。だけど日本に帰ってきて遥先輩と再会して、また勝負して、それで吹っ切れたって。なぜわかる？それは僕も彼と同じ気持ちだからです。遥先輩だって同じなんでしょ。勝負なんてどうだっていい。一緒に泳ぎたい人がいるんでしょ。凛と泳ぎたい。このままでは凛さんは本当に水泳をやめてしまいます。救ってあげられるのは遥先輩たちだけです。凛、凛、どこだ。もう時間が。凛、もしかして ある何しに来た？無様に負けた俺を笑いに来たか？リン、フリーの試合もこのざま。リレーもメンバーから外された。世界が聞いて呆れる。笑えよ、遠慮はいらねえ。笑えっつってんだろ。結局俺はこの程度の人間だ。リレーでお前らと戦うこともできやしねえ。落ち着けリン。うっせえ。てめえに何がわかる。わかる、仲間と泳ぐ楽しさ、リレーを共に泳ぐ喜び、それを教えてくれたのリン、お前だ。お前がいてくれたから俺は。黙れ。俺も分かったんだ、気づいたんだ。何のために泳ぐのか、誰のために泳ぐのか。黙れっつってんだろ。この木、似てるよな。校庭にあったあの桜の木に。だからお前も来たんだろ、ここに。なんでフリーじゃねえんだよ。俺もお前らと泳ぎて
お前らとリレー泳ぎたい。けど今さらもうせえよ。いや遅くなんかない。行こうリン。あ、いた。リンちゃん。お前ら。まったく、あなたを見てるとイライラするんですよ。泳ぎたいなら泳げばいい。リン、来い。今度は俺が見せてやる。見たことのない景色を。